日本埼玉県八潮市、浮き遣う木塚は、埼玉県八潮市の大技。郵便番号は340-0835。八潮市の南西部に位置する。首都高速6号三里線が、地区のほぼ中央を南北に縦断している。地区内に出入り口はないが、隣接する大曾根地区にある、八潮南、出入り口が、最寄りとなる。また、つくばエクスプレスの線路が地下で、 ほぼ東西に横断している。地区内に駅はない。そのため最寄り駅は、地区の東側は、八代駅、西側は、足立区にある六町駅となる。海抜が崖と並び市内で最も低く、最低点は、海抜1.0から1.3メートルほどである。当然ながら、水路や暗居上ではこれより低くなる。比較的東西に長い地形であり、東は崖、西は、 綾瀬川を挟み、東京都足立区花畑、南花畑、南は崖川を挟んで、東京都足立区新名、北は大曽根と接している。地区の西側は綾瀬川がほぼ南北から東西に、南側には崖川が東西に流れている。なお、綾瀬川の右岸の一部に飛び地があり、飛び地へは地区内から直接渡る橋が存在しない。 そのため飛び地へ行く場合は、浮き花橋を渡り、東京都足立区南花畑地区を経由する必要がある。塚が水の中に浮いている様子から起立したと伝え、浮塚の氷川神社は、船が沈没室下となったため、境内は船の形を成していると言われている。2020年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。